赤間次郎は、日本の政治家、元プロボクサー。自由民主党所属の衆議院議員、衆議院国土交通委員長。内閣府副大臣、総務副大臣兼内閣府副大臣、総務大臣政務官、自民党副幹事長、神奈川県議会議員を務めた。神奈川県相模原市生まれ。相模原市立横山小学校、相模原市立精神中学校。 神奈川県立相模原高等学校、立教大学経済学部卒業。大学時代は、体育会ボクシング部で副首相を務め、リーグ優勝を経験。1998年には、横田スポーツ事務所属ライト級、プロボクサーとして4回戦を、高楽園ホールで経験した。大学卒業後、都江市、マンチェスター大学大学院にて、社会政策を学び、 ディプロマを取得している。帰国後、当時神奈川県議会議員であった父の赤間和幸を手伝うから、知的障害者地域作業所の運営に協力している。現在も保護士として活動している。1999年、神奈川県議会議員選挙へ無所属で挑戦し、初当選。県議会議員相模原市選挙区での無所属の当選は16年ぶりのことであった。 県議会議員当選後自民党に所属した。初当選から4年間、県会議員赤間次郎のお猿でもわかる政治手帳とのタイトルで漫画機関紙を毎月2回発行していた。その機関紙は本として2002年12月に発刊された。2003年、神奈川県議会議員選挙でトップ当選で再選される。自転車に上りをつけての選挙運動は、 相模原において草分け的存在とされ、マネル議員が続出した。神奈川県議会では自民党県議団政調会副会長や特別委員会副委員長を歴任。神奈川県議会議員に決めでは自民党県議団の時代を担うホープとみなされていた。一方で神奈川14区の藤井博久の対抗馬として名前が上がる。自民党候補者の選考にあたり、 相模原としては、初となる公募方式となり、論文審査、面接をクリアし、自民党公認候補者となった。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙では、神奈川14区で藤井を破り、初当選。国会では、議員運営委員会、総務委員会などに所属し、もっぱら地方自治の法整備に注力した。二千九年の 第45回衆議院議員総選挙で神奈川14区から出馬し落選。同選挙では公明党の推薦も受けていた。2012年の第46回衆議院議員総選挙で当選。国政に復帰した。2014年9月4日、第2次安倍改造内閣で総務大臣政務官に就任。同年の第47回衆議院議員総選挙で参戦。 2016年8月5日、第3次安倍第2次改造内閣で総務副大臣兼内閣府副大臣に就任。2017年3月に総務副大臣として台湾に訪問し、日本台湾交流協会が主催する食品、観光イベントの開幕式に出席した。1972年の日台断交以来、副大臣級が公務で台湾を訪問するのは初めて。 同年9月27日、自民党を離党して希望の党決闘に参加した福田孝之の公認として内閣府副大臣に就任。同年の第48回衆議院議員総選挙で4選。2018年10月、自民党総務部会長に就任。2020年10月、衆議院国土交通委員長に就任。千二十一年十月三十一日、 第49回衆議院議員総選挙でご選。ありがとうございます。